こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アップダウンという、これまあ質問でもよくあるんですけど、アップダウン奏法について教えてくださいということですね。まあ、何回かやってるような気も、ロザーナの時もちょっとやりましたしね。で、今回ちょっと、がっつりやっていきます。ハイハットとかを叩くときに、このダウン、アップダウンというかダウンアップになるんですね。ダウンしてアップするということですね。で、この昔は先生にこの邪剣、ジャッキーチェンの邪剣って言われたんですけど、もう知ってる人いないんじゃないですかね。なんかこう、まあこの鶴の顔みたいになる、こうね、そのダウンしてる時はずっとこうやって叩くんだけど、アップする時に手首をこう入れることによって、なんかイメージ的にはこうコンガのヒールトゥーみたいな、トゥヒールトゥーヒールトゥーヒールトゥー、こういう感じですね。で、最初は、おすすめはですね、このスティックのここのショルダーのとこで叩いて、チップで叩く。これをね。で、慣れてくるとチップだけでもいけるし、ショルダーだけでもいけるんですけど、最初はこの角度をちゃんと練習したいので、こういうふうに練習してください。で、これはもう毎日こうテレビを見てるときにこういう風にしたりとか、スティックを持ってこうパタ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 ってやってくれると、うまくなると思うんですけど、これ意外と嫌がられるんで、かなり、で、この手でこうやってやっててもかなり気配は感じるみたいで、やめてって言われてると思いますけど、お一人の時でテレビ見てるときとかにこう時間があるとこうやってやっていただいて、まあこう感覚を身につける感じですね。力じゃなくてこうキュッて引く感じが覚えればいいと思います。で、これがだから、ロザーナの時に説明した時は、この上げるタイミングを遅くすれば、タタ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 タ、この上に上げてるこのアップの時に叩くタイミングを後ろにすれば、こう跳ねていきますね、という風です。で、大事なのはですね、リズムパターンで行った時に結局このバスドラムのとの関係が分かんなくなるわけですね。で、ここにちょっと、譜面出してると思うんですけど、ABCD ってあります。これ、ハイハットをこういうふうにして、で、まずはその A は、1、2、1、2。この時大事なのは、1個目のハイハットが鳴った時に、まだ足は下にいるということですね。1、で、タイミングに計らって、2個目のハイハットで合わせる。こうですね。で、 B は、この合間に入ります。これは鳴ってから足をちょうど上げてちょうどいい、鳴った瞬間に足を上げようと思ってちょうどね。で、 C はこれバスドラムダブルがこのスライド方法なので、鳴ったらすぐ手前に持ってって、で、奥で一緒になる。で、 D は鳴って2個目のハイハットの時に手前、これをですねアップダウンしながら、まず A はでしょ、 B はこれが大事、このアップしてる時にバスドラがダウンするので、この時にみんなってなってぐちゃぐちゃになる。だからで、練習のおすすめはまずはハイハットだけでやる。で、これですね、 C も同じです。こういうことですね。 D はというふうに練習します。そうすると8ビート、この3つ速いペースの8ビートの場合は、1番せーの、アップダウン入れて、で練習します。2番、3番、
習してもらえばこうアップダウン、結局アップダウンがなんで苦手かっていうと、足が入った時に手がつられてる人が非常に多いですね。なので、場合分けをして、とにかくアップした時に足がうまく入る。で、8ビート16ビートに関してはこの ABCD の動きが完璧にちゃんと、場合分けされて練習していれば絶対にどんなパターンでもできるはずなんですね。なのでこの ABCD を毎日毎日いろいろやって、これ今日は8ビートでやりましたが、これがハーフの16ビートのチキチキのパターンでも、という形でも多分できるようになると思います。というわけで練習頑張ってみてください。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。